フィリッポ・パルラトーレ、フィリッポ・パルラトーレは、イタリアの植物学者である。パレルモに生まれた。パレルモ大学で、医学、解剖学を学んで科学的な経験をした。パレルモ植物園長のティヌヨと、ベルナルディに学び植物学に興味を持った。1840年から植物学研究のために、パレルモを出て、イタリア、スイスに渡り、パリで1年ほど滞在し、ルカンドール。 サンティレール、ブロンヤールに学び、ウェップ・フンボルトラと親しくなった。1842年に、トスカーナ大公、レオポルド2世によって、フィレンツェ大学の植物学に任じられ、植物博物館に付随する、薬草園の園長も務めた。1844年に、植物雑誌ジョーナレイ・ボタニコイタリアーノを創刊し、標本館を設立した。 1888年没するまで、フィレンツェ自然史博物館の館長を務めた。22歳の時に、シチリア島の植物についての著作、フローラ・パノーマタナを執筆し、1848年から、イタリアの植物の執筆をはじめ、この著作の後半は、カルエルが執筆した。その他に著書として、比較植物学演習や、フマリア族のモノグラフがある。 ドゥ・カンドールのプリドローマス・シスタマティス・ナ・チャーリー・スレガニー、ベジェター・バリスの一部の執筆やウェップのイストワール、ナ・チャール・デ・イール・コネリーの一部の執筆も言った。アブラナ科の俗名パーラトリア・ボイスや、里芋科のディフェンバキア・パーラトリー・リンデン・アンド・アンドレに、懸命されている。パールは、植物の学名で命名者を示す場合に、フィリッポ・パルラトーレを示すのに使われる。 ありがとうございます。